ワスカル、ホゼ・イノア・ベントラは、ドミニカ共和国プエルト・プラタ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のアトランタ・ブレイブス所属。7歳年上の兄である、マイケル・イノアも MLB の当主。2014年7月にアマチュアフリーエージェントで、ミネソタ・ツインズと契約金80万ドルで、マイナー契約を結んで、プロ入り。2015年6月4日に、 参加のルーキー級ドミニカンサマーリーグツインズで先発登板してプロデビュー。この年は14先発で56.2回を投げて防御率2.70を記録した。2016年はルーキー級ガルフコーストリーグツインズでプレーし11先発で51.0回を投げて防御率3.18を記録した。2017年は アパラチアンリーグのルーキー級エリザベストンツインズに昇格した。2017年7月24日にハイメガルシアアンソニーレッカーとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。移籍後は参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスに所属した。このシーズンはエリザベストンとダンビルでプレイし、2チーム合計では13先発で51.1回を投げて、 防御率5.26を記録した。2018年は A 久ロームブレーブスに昇格して開幕を迎えた。7月24日に A 久フロリダファイヤーフロックスに昇格した。このシーズンは2チーム合計では24先発で116.1回を投げて防御率4.56を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を 防ぐために40人枠入りした。2019年は a 級フロリダで開幕を迎えた。4月19日に a 級ミシシッピブレーブス、5月13日にトリプル A 級グーインネットストライパーズに昇格した。6月15日にメジャー昇格し、翌16日に行われたフィラデルフィアフィリーズ戦で9円登板してメジャーデビュー。 この試合では2.0回を投げて無失点だった。この年メジャーでは2試合に登板した。2020年は9試合に登板して防御率5.82、17奪三振を記録した。2021年は2試合目の登板から先発ローテーション入りした。打撃では4月28日のシカゴカブス戦で MLB 初本塁打を記録した。月日のワシントンナショナルズ戦では キャリア初の満塁本塁打を記録した。5月16日のミルウォーキーブルワーズ戦にて4.1回で5失点を喫した原田達紗から降板後、利き手である右手でタグアウトのベンチを殴って骨折し、故障者リスト入りした。ありがとうございます。